2023年ワールドベースボールクラシック、通称 WBC が開幕する。今回の開催は第5回目の WBC となり、20カ国が参加する。日本は2009年の第2回目開催以来3大会ぶりの世界一を目指す。毎回開催されるごとに大会のレベルは上がっており、前回大会優勝のアメリカは今回ベストメンバーで連覇を狙ってくる。日本も代表監督となった栗山監督のもと、そうそうたるメンバーが招集された。今回はその平均年齢26歳で構成された WBC 日本代表メンバーのうち投手15人を年俸ランキングという形で紹介していく。それでは行ってみよう。第15位、宇田川優希、1700万円、3年目、24歳、オリックスバファローズ所属の中継ぎ投手。去年の成績、19試合に登板し2勝1敗3ホールド、防御率 0.81、 ウィップ 0.99。 去年7月に育成から支配下登録され、今年 WBC 日本代表に選ばれる異例のスピード出世。自慢のフォークがどこまで世界に通用するか。第14位、高橋宏斗、3500万円、3年目、20歳、中日ドラゴンズ所属の先発投手。去年の成績、19試合に登板し6勝7敗、防御率 2.47、 ウィップ 1.04。 20歳高卒3年目の WBC 日本代表選出は2009年の楽天田中と並ぶ史上最年少。ドラゴンズ期待の若手が世界を相手にどこまでやれるか。第13位、湯浅敦樹、4700万円、5年目、23歳、阪神タイガース所属の中継ぎ投手。去年の成績、59試合に登板し2勝3敗、43ホールド、防御率 1.09、 ウィップ 0.86。 シーズン表彰として最優秀中継ぎを獲得。去年中継ぎとしてブレイクしたタイガース期待の若手投手、尊敬する先輩で WBC 日本代表でもあった藤川球児の背番号22を背負って戦う。第12位、高橋奎二、5000万円、8年目、25歳、東京ヤクルトスワローズ所属の先発投手。去年の成績、17試合に登板し8勝2敗、防御率 2.63、 ウィップ 1.09。 ヤクルトの左のエースという呼び声も高い高橋奎二、去年11月の侍ジャパン強化試合にも出場。持ち味のまっすぐでどこまで押していけるか。第11位、大勢、5700万円、2年目、23歳、読売ジャイアンツ所属の抑え投手。去年の成績、57試合に登板、1勝3敗、8ホールド、37セーブ、防御率 2.05、 ウィップ 0.89。 シーズン表彰として新人王を獲得。去年1年目から抑えでブレイクした巨人の若手投手、 WBC では任されたところを全力でやると語っており、チームのために役割を全うする覚悟。次は同じ額の年俸の選手が2人いるので、第9位の発表です。第9位、佐々木朗希、8000万円、4年目、21歳、千葉ロッテマリーンズ所属の先発投手。去年の成績、20試合に登板し9勝4敗、防御率 2.02、 ウィップ 0.80。 昨シーズン史上最年少での完全試合を達成。令和の怪物と呼ばれる佐々木朗希、 WBC 日本代表として鮮烈な世界デビューが期待される。第9位、宮城大弥、8000万円、4年目、21歳、オリックスバファローズ所属の先発投手。去年の成績、24試合に登板し11勝8敗、防御率 3.16、 ウィップ 1.13。 去年先発ローテーションを守り抜き、オリックスリーグ連覇に貢献した若手サースポー。 WBC では先発でも中継ぎでも一生懸命腕を振っていきたいと語っている。第8位、伊藤大海、8500万円、3年目、25歳、北海道日本ハムファイターズ所属の先発投手。去年の成績、26試合に登板し10勝9敗、1ホールド、1セーブ、防御率 2.95、 ウィップ 1.21。 2021年の東京オリンピックでの金メダル獲得に貢献。先発、中継ぎなど多彩な役割をこなせ、
国際大会の重圧をものともしないマウンド度胸が高く評価される。第7位、戸郷翔征、9000万円、5年目、22歳、読売ジャイアンツ所属の先発投手。去年の成績、25試合に登板し12勝8敗、防御率 2.62、 ウィップ 1.15、 シーズン表彰として最多奪三振を獲得。昨シーズン自身初の2桁勝利を達成した巨人の若手投手。去年11月の侍ジャパン強化試合では第2先発としての適性も見せた。 WBC ではどのような役割となるか。第6位、栗林良治、9500万円、3年目、26歳、広島東洋カープ所属の抑え投手。去年の成績、48試合に登板し0勝2敗、6ホールド、31セーブ、防御率 1.49、 ウィップ 0.77。 カープから唯一の WBC 選出となった栗林、2021年の東京オリンピックでは日本代表の抑えを務めた。 WBC でも日本代表の世界一に貢献するべく腕を振ってくれるだろう。第5位、今永翔太、1億4000万円、8年目、29歳、横浜 DeNA ベイスターズ所属の先発投手。去年の成績、21試合に登板し11勝4敗、防御率 2.26、 ウィップ 0.94。 去年2桁勝利をマークし、ノーヒットノーランも達成。過去には左肩の手術も経験したが完全復活を果たし、今回の WBC 日本代表に選出。世界の舞台で堂々と勝負してほしい。第4位、松井裕樹、2億5000万円、10年目、27歳、東北楽天ゴールデンイーグルス所属の抑え投手。去年の成績、53試合に登板し1勝3敗、7ホールド、32セーブ、防御率 1.92、 ウィップ 0.77。 シーズン表彰として最多セーブを獲得。前回大会の WBC やプレミア12で日本代表に選ばれたこともあり、国際大会の経験は十分。パリーグセーブ王サウスポーの存在は日本代表にとって貴重であることは間違いない。第3位、山本由伸、6億5000万円、7年目、24歳、オリックスバファローズ所属の先発投手。去年の成績、26試合に登板し15勝5敗、防御率 1.68、 ウィップ 0.93。 シーズン表彰として最優秀選手、最優秀防御率、最高勝率、最多勝利、最多奪三振、ベストナイン、ゴールデングラブを獲得。2年連続で投手タイトルを総なめにした日本球界のエースが WBC の舞台でも輝く。将来のメジャー挑戦も見据えて自身の選手価値をさらに高める大会となることだろう。第2位、ダルビッシュ有、25億円、19年目、36歳、 MLB サンディエゴパドレス所属の先発投手。去年の成績、30試合に登板し16勝8敗、防御率 3.10、 ウィップ 0.95。 去年はメジャーリーグパドレスのエースとして見事な活躍を果たした。 WBC には日本球界時代から縁の深い栗山監督の要請を受け2つ返事で参加を表明。伝説として語り継がれる2009年 WBC 決勝戦ではクローザーに回り胴上げ投手となった。第1位、大谷翔平、40億円、11年目、28歳、 MLB ロサンゼルスエンゼルス所属の先発投手兼指名打者。去年の投手成績、28試合に登板し15勝9敗、防御率 2.33、ウィップ 1.01。 去年の野手成績、157試合に出場し打率2割7分3厘、34本塁打、95打点、11盗塁、 OPS 0.875。 メジャー屈指のトッププレーヤーとなった大谷翔平が日本代表として見られる日がついにやってきた。二刀流のパイオニアであり、投手としても野手としても高いクオリティを誇る、まさにメジャー級モンスター。WBC 日本代表ドリームチームのまさに顔といえる存在だ。ドリームチームの誕生。
今回の WBC では日本球界のトップクラスの選手が選出されただけではなく、メジャーリーグから5人もの選手の出場が決まっており、過去最強の呼び声が高い。投手でのメジャーリーガーはダルビッシュと大谷翔平の2人である。 WBC の優勝は2009年以来遠ざかっており、前回の優勝を知るメンバーはダルビッシュのみ。そういう意味でダルビッシュにはチームの精神的支柱としての役割も求められるだろう。そして最も注目されるのがスター大谷翔平の存在である。 WBC でも投げて打っての二刀流が見られるか。プロ野球には夢があるということを体現しているこの男のプレーが日本代表で見られる。日本の野球界が誇る大物が集う最高のドリームチーム、非常に楽しみである。以上、WBC 日本代表投手年俸ランキングでした。